お茶屋敷跡。なんか前に見えてきたのあれかな。お、これはゴミステーションなんだけどな。立派だね。このとこにポッとある。まあまたか。着いたな、これだ。あ、出た。西鉄サブに陸口ってなってるから、そうだ、これだ。着いた。なんか奥にもいろいろあるけど、まだ列車の時間ない。なってないもんね。これが、美濃赤坂駅ですね。まあ、無事駅間散歩終了ですね。すごいね、ここの駅舎も結構ガチッと歴史ありますよね。切符の求め社長または着駅をお願い申し出願いますということで、こちらももらうやつですね。で、すごいこんな感じでね。価格前1520円。四日市は出てないかな。大垣まで190円できるんだ。やったー、安い安い。こんな感じで、途中に穴口っていうのだけあって、ポツンとあるっていうね。かなりのことがあるんですけど。構内はめっちゃ広いのね。そう。で、電車の時間。今が15時33分。もう、ちょうどアイドリングタイムの時間なんだ。16時7分まで時間があるけど、16時7分まであるけど、30分あったらちょうどここいろいろと見て回るところはありますからね。駅構内入る前に、そこなんかにもいろいろあるし、なんか、なんかあと面白い得意ですけど、まあ、もともとはね、友人改札。これなんか多分切符売ってたんでしょうね、こういうところで。石作りのこれがあるから。でも切符の、今も近鉄の四日市駅とかだとこういう石のところでこうやって渡しますよね。あれなんでしょうね、裏面が傷つきにくいとかなんかあるのかな、滑り止めとか。大体この大理石って言ったら今このやつになってますよね。あ、飲み物。ちょっと飲もう。あ、飲み物飲んだで、パッと見ていきましょう。農人公園とかわってこんな感じで端っこになってますよってことで、ただ駅のホームがあってそこから先はね、そうだ、そこがターミナルになってるか。よし、給水所とかなんかなのかな。それぐらい歴史はありますからね。ターミナルってことでね、これで岐阜県にあるJR のターミナル駅は外せや。いやー、JR 落とした。なんなら、あれじゃないですか、これ JR 東海は全部行ったんじゃない？大田線も、大丈夫だろ？端っこで末端になってるところってもうないよな。こっちの方に行くと、こっちもいろいろあるんだな。かわいらしい。00451。あれですね、四日市の太平洋セメントの、ここで走ってるちっちゃい機関車に似てますね。2歳かなと。すごいな。この先は私有地なのかな。待てよ、これよく見てみたら、この踏切警報器あるから、これ第3号か。また珍しい踏切じゃない。こっちの中、普通におばあちゃん散歩してんな。いいのかな。いや、地元の人特権な気もするな。いや、でも、普通に民間のやつもあるから、あれなのかな。すごい。踏切注意、止まれみよ。すごい。遮断機がねえわ。これ3号だ。第3号だ。第3号踏切はなんかめちゃくちゃ珍しいんですよね。農業界入り口踏切。農業界どこに何もその会が。あ、ここは大丈夫ですね。特に。うわー、すごい。なんか間違えて工場の中に来たような気分になる。なんか同じ浜松駅でもやっぱ四日市の千歳とかあっちの方とはちょっとまた雰囲気が違いますよね。で、奥であるのがあるんで、まあ、一応駅のシステム的には一面一線っていう取り扱いになるはずなんですけど、こっち側にね貨物の操作所があって、で間には昔駅舎として使ってたんでしょう、駅のプラットホームとして使ってたでしょうね、こっちの旧ホーム。まあもしかしたら貨物の取り扱いとかもやってたかね、あれかもしれませんけど、かなり大きいドンとしたところが、高知の方ところとかにちょっと似てますよね、この感じ。なるほどな。すごい。奈良にちょんと置いてある。面白いですね。で、奥には、ここから先は JR が運びますよってことで、JR の機関車ここにおるってわけですね。で、なんだったっけ、石灰岩かなんか運んでるんだったっけな。なんだったっけな、ちょっと運搬してる貨物の名前忘れちゃいましたけど、ここで、から先行きますよって感じですね。そう、駅のところへ帰るんですよね。JR の四日市駅は、四日市駅から先まで、ずっと末広橋梁とか渡っていくところも、全部、JR が運んでて、で、その先ですよね。ちょうど信号のある踏切、とか小野田踏切とかって言われる手動でね、手動って言ってもボタンスイッチで係員さんが友人でね、押してシャッター下げるという、まあ、これはこれで珍しい踏切がありますけど、あそこのところとかのあれですよね。で、JR の機関車から太平洋セメントさん、旧小野田セメントですけど、小野田セメントさんのところに切り替えてっていう感じで、小野田セメントさんは結構そういった貨物を利用しとったんですよね。それがこの前行きそびれた、宇部市にある、小野田線ですね。あれも小野田セメントのあれなんでね、今は太平洋セメントのあれですけど、その中でセメント関連の運搬に、古くから関わってたんですよね。で、ここはギリギリ JR 貨物の管理なんですね。JR 貨物になってる。へー。あ、この先は立ち入り禁止ですから入っちゃダメですね。そりゃそうだ。で、その先にはこれなんかの工場があると。へー、すごいな。鉄鋼関連かな、あの感じだと。へー。面白いですね。下にこんなの敷いてあって。よし。右左右でいいのか、ここは。まあまあ、一応に、日本は共通ルールで右左右ですからね。へえ。面白いですね。ドーンとこの広大な敷地が、ドーンと置いてあるって、なんか、面白いですよね。昔はあれかな、機関車の非売車とかもやってたのかな、この感じだと。かもしれませんね。うん。役所時代とかもね。この辺りも、ターミナルの構造もちょっと古いですもんね。あ、なんならこのターミナル切れてるのかな。先、線路ない?あ、線路切れてるわ。しいきれとんぼになっちゃってますね。そこのやつだけ生きてるのかな。なるほどな。そうだ、見てこうか。こうだ、全体か。そう、これ乗ってて。どっかに収穫ないかなぁ。赤いパインプルとか見ても、歴史が入る。あ、ここにあるわ。黒い山椒がある。もう大正8年だ。すげえ。わぁ。で、43分、あと20分ちょいあって、